皆さんこんにちは。今日はですね、キャンプ取材の第2弾、見てください。中日ドラゴンズですね。僕も在籍していました中日ドラゴンズなんですけれども、立浪和義新監督、そして落合ヘッドコーチ、さらには中村典弘打撃コーチ、片岡二軍監督とも少し、お話をして、きました。その中でまずはですね、立浪新監督なんですけれども、まあ、まず精力的に動いてましたね、非常に、そしてこう選手とのコミュニケーションもきっちりよく、まあ話しかけて選手と会話をする、そして、打撃の指導もね、よくやられていたなというふうな印象です。そこでですね、僕は勝手に立浪監督を捕まえてですね、30分ぐらいこう話をさせていただいたんですけども、まあ、まずはここまでどうなんだろうということは、まあ、キャンプの取材ですから聞きました。まあ、ここまで非常にまあ順調だと、まあ、大きな怪我人もなくて順調だというふうな話からスタートして、さあいよいよですね、まあ、今年立浪ドラゴンズの投手力ですね、投手力を まずしっかり整備をしてという話だったんですけれども、やはりまあ投手の方は落合ヘッドコーチというところでね、聞いてきたんですけれども、まずは打撃陣ですね、まあ皆さん気になるところはたくさんあると思いますけれども、まず立浪新監督がですね、お話ししてくれたのはですね、三好選手、そして岡林選手ですね。この選手たちもこう非常にいい結果内容というのをですね、まあ一箇所打撃、そして紅白戦というところで見せていた感じでしたね。その中でやはり2人とも足が非常に使える選手、足が速いという風な選手で、立浪野球の新しい野球は機動力、ホームランに頼らず足を使う野球というのを非常に大事にしていくのかなという風には感じました。もちろん中軸を打つね、ビシエド選手とかね、福留孝介も元気だったんですけども、まず立浪監督が井の1番2番に挙げたのはその三好選手、そして岡林選手ですね。この2人でもぜひ注目してほしいなという風に思います。そしてこの人もちょっと忘れてはいけませんね、根尾昂選手ですね。中村典弘打撃コーチに根尾昂選手の話を少し聞いてきました。まあ現状一軍になかなか定着できると、3年間苦しんで、そして勝負の4年目を迎えた根尾選手ですけれども、まだこう一進一退といいかなと思いきや、ちょっとまた元に戻ったりと、でまたいいかなっていくとまた元に戻ったりというような形で、こう0と1を少しこう行ったり来たりしているなという印象があるようで、1から5ぐらいまであったら、まあ5ぐらいで打てるようになるのかなっていうふうな僕が話を聞いたんですね。そしたら中村コーチがですね、まあ3あれば、3までたどり着けば十分いけるでしょうと、一軍に定着できるでしょうという、まあそこがどれぐらいのね、まあ細かいことか僕はちょっとわからないんですけれども、今現在まだ0とこの1、これを行ったり来たりしているので、まあまだまだ少し時間がかかるんではないかなというふうな話をしていました。その中で中村典弘打撃コーチの、まあ独特のフォームですけれども、練習のメニューのこう引き出しなんかも持っていましたし、根尾選手が僕のところに挨拶に来てくれたんですけれども、脇を開けないような形のですね、こうなんかゴムかな、それをしっかりここを固定して脇が開かないような形ですかね、こういった形の練習をまあ多々やっていましたね。打撃練習の時でもうまくいく時といかない時が、まあ、まだまだあるのかなというふうな印象でした。まあそれでもね、中村コーチが付きっきりでやっていましたので、1と0の間がこれが根尾選手が3になる可能性は十分にあるというふうに思いますので、今年の根尾選手にも期待できるんではないかなというふうに思います。もう一つ付け加えますと、大西外野守備走塁コーチですかね、まあ、今年は三塁ベースコーチャーでこのサインを出すらしいんですけれども、根尾選手が今年は正式に外野になったのかな、外野手というところで、チャレンジするというふうになったんですけれども、大西コーチが3年でゴールデングラブを取ると、まあ、肩はめちゃくちゃ強いと、これも立浪監督もお墨付きでしたね。で肩は強いと、動きもいいしと、でそういったところではもう3年やればゴールデングラブが取れるよというぐらいの、やはり守備そして肩というところは非凡なものを持っているということので、あとは打って試合に出てレギュラーをがっちり掴んでほしいというふうに思いますね。今年の立浪ドラゴンズですけれども、まずは立浪監督、そして中村典弘コーチのお話をさせていただきました。続きまして落合ヘッドコーチになります。
ジャーリーガー、日本のプロ野球選手も使っておるこう計測器、ラプソードをですね、球児たち、これからの球児たちにですね、いろんなものを計測、そして彼らの成長につながればいいかなという活動もやってまいりたいと思いますので、前田も指導に行ったり取りを図って、こういうことが勉強になるよ、こういう風にしたらもっといいよというようなことがねできるかなと思いますので、ぜひそちらの方もですね待っていますので、ラプソード計測やってみませんか。